こんにちは、うりさんです。テレ朝ケイマー週木曜日夜9時から放送のドラマグレートギフト第8話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回はオクトセブン、給金の流れ、全てを操る真犯人は誰、藤巻の宣戦布告という順番で考察していきますので最後までお付き合いください。オクトセブン。2020年10月7日、ワクチン開発のために遺伝子操作をする中でグルメが発見。研究の結果、人の心筋細胞に重篤な害をもたらす球菌であることが判明。すぐ稲葉に廃棄すると報告しましたが、極秘裏にクルメ一人で培養を続けることを命令。クルメも言っていましたが、国や国際機関の協力を得て対処するべきなのに、クルメ一人でやれというのは稲葉に別の計画があったとしか思えませんよね。そんな稲葉が死ぬ間際、やはり君か、報いだな、計画を止めなかった私の責任だとつぶやいたということは、自分が誰に何の注射をされたのかを知っていたことになります。つまり魔法の薬ができたら知らせてくれるようアルカナムのアンリに頼まれていたのではないでしょうか。稲葉が取引をした現場がアルカナムで、奥野と本坊が同席していたとすると、稲葉が本坊の顔を知っていたとしても不思議ではないですよね。詳細については後ほど詳しく説明したいと思います。給金の流れ。奥野は稲葉のいる生命圏から真帆のための心筋細胞シートを割と早く取り寄せることができました。再三お話ししてきましたが、愛宕元総理が亡くなって渡航するのは安住安里か、愛人というライバルを消す動機のある奥野だけだと思っています。安住安里の11月1日の LINE 記録は22時18分。愛宕が亡くなった後だったので、監視カメラ映像を消すように命令した奥野が実行したと考えています。なので奥野にギフトを使うようにそそのかしたのが安里なのではないでしょうか。8話で奈良が簡単にギフトの培養に成功したと描かれました。もともと培養できるのなら殺人給金ギフトを明鏡台病院に持ち込み、数々の殺人事件を誘発してきた真犯人の正体とは言わないと思います。改良型オクトセブン、つまりグレートギフトは存在するので、作っているのは奈良かもしれませんが、アタゴを選ぶ動機が思いつかないんですよね。なので奈良もアンリに操られている一人だと思っています。こちらの動画でホットコーヒーも伏線だと考察していたのですが、まさか安田さんにクルメがいつもコーヒーを差し入れしていたとは思いませんでした。なので安田さんの部屋に監視カメラがあったのは、クルメが安田さんにコーヒーを渡すかどうか、安田さんがすぐに飲むかどうかを監視していたのではないでしょうか。クルメはオクトセブンを持ち込んだ人物がいたことを確信。今は安田さんを殺したのがその犯人なのかどうか確かめたいと考えている状況です。そしてその考えを話したのは白鳥、藤巻、郡司、本坊、神林だけでした。全てを操る真犯人は誰。藤巻のラボから培養中のギフトの細胞株が全てなくなっていることを知っているのは白鳥、安住、本坊、郡司、神林、奈良が培養したものを盗んだの本坊、機械音声の真犯人は白鳥がギフトを全て失ったことを知っていました。白鳥に要求したのは藤巻辰臣と久留米誉を殺すことでした。コピーできない改良型オクトセブン、つまりグレートギフトを差し上げる。そう言って真犯人をあぶり出そうとしている藤巻と久留米を白鳥に消さするつもりなんでしょう。つまり全てを操っている真犯人は安住で、裏で実行しているのが本坊。
研究者として上に立ちたいのがなら、この3人が結託して安楽死ビジネスを展開しようとしていると考えています。グレートギフトだけがコピー不可能なので独占販売ができますよね。白鳥が姿を見せない機械音声の犯人に対してまんまと騙されました。手を組みましょう、あなたとならうまくやっていけそうだと言っていました。その直前に白鳥はアンリから取引再開のめどが立ちましたらまたご連絡くださいと言われていました。つまり白鳥は騙された形になるので手を差し出したのではないでしょうか。ポスタービジュアルでも手を差し出しているのはアンリだけですよね。藤巻の宣戦布告。最終回のあらすじを要約すると、ギフトの特効薬を武器についに炙り出す真犯人の正体とその目的の全貌とあります。つまり自分たちはカウンター給金を持っていると真犯人を脅せば必ずそれを奪おうとするはずです。今カウンター給金があるのはレンタル倉庫なので、そこにおびき寄せる作戦なのではないでしょうか。本物のカウンター給金は藤巻あかりの通っている薬科大学のラボに隠してあると考えています。さて皆さんは全てを操っている真犯人は誰だと考察していますか？コメントで教えてください。結末が気になる最終回は3月14日木曜日夜9時放送です。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。